さあとうとうやってきましたポケモンリーグです。そしてこれからですね、初めての面接が待っているところなので、ちょっと心していきたいと思います。よし、面接だ。一発合格間違いなしですね。ジャンチーだったらポケモンリーグチャンピオンテストに挑戦されますか？もちろん。いやードキドキしますね。いやドキドキするな。どんな感じなんだろう。オレンジアカデミーのジャンチーさんですね。そうです、オレンジアカデミーのジャンチーです。ジャンチーさんのジムバッジは8個と、いやーいろいろありましたね今まで。ではちょっと面接室行ってきたいと思います。あ、チリさん、チリさんが面接官だったんですね。驚きです。よろしくお願いいたします。本日はお越しくださりありがとうございます。いやードキドキしますね。どうぞおかけください。これは、ね、合格する条件としてこうスッと座るのがマナーですからね。ここに座ってと。はい、いやー面接官のチリです。なるほどね。いやこれから多分質問が来るっていうことですよね。なるほど。なんかな、どこから来たとか言われそうだな。そんな気がする。これよりチャンピオンテストの第一次試験、面接テスト行います。なんかそんな気がするな。お持ちのジムバッジは8個ですね。今からジャンティさんにいくつか質問させていただきます、どこから来たって聞かれる気がする。あ、不合格なる場合は、なかなかやっぱ厳しいですね。だってポケモンリーグだもん。それぐらい厳しくて当たり前ですよ。もちろんそうだと思います。それでは始めます。本日はどのようにしてお越しくださったんですか？冴えまくってるぜ。なるほどね。これはライドポケモンで来ましたからね。いやこれは今日のジャンティならもう必ず合格できる気がする。出身校はどこって聞かれそうだな。今日はこれ来てるぞ。完全にいけるわ。もう私のための面接だ。もうオレンジアカデミーですよ。オレンジアカデミーです。これはもう間違いない。そうでしたね。あ、にっこり微笑まれている。いや完璧ですね。本日はポケモンリーグまで何をしに来られたんですか？まあね、いや気分的にはなんとなくなんですけれども、でもなんかなんとなくを選んで面接に落ちた人がいる気がするな。ということでここはやっぱちょっとチャンピオンになるためという目的にしようかな。そんな気がすんな。それ以外ありません。あ、落ちた人いたわ。絶対いましたねこれ完全に。ではチャンピオンになってどうなさるおつもりですか？まあこれはでもジャンチのこのね、あの冒険のテーマとして宝物を見つけるっていう大きなテーマがありますから、ここはこう素直に宝物を見つけるでいいんじゃないかな。あ、なるほど、そうでしたか。でもなんかこの質問すごく大事な質問な気がする。後でもう一回聞かれる気がするから覚えとこ。ジャンチはチャンピオンになって宝物を探す。続いて初のジムの中で最も苦戦したのはどこですか？いやこれはね、ナッペ山ジムですよね。これジャンチが一番ね、かなりのレベル差で戦って勝利したジムですから。確かジムリーダーはグルーシャさんでしたね。ほほう。ではそのジムで勝負したジムリーダーの名前はグルーシャさんですね。グルーシャさんですね。にっこり。ああ、しっかりと覚えていますね。いやもちろん覚えていますよ。すべてね、すべての行動ジャンチャはもう一つ残らず覚えておりますから。グルーシャさんのポケモンのタイプは覚えていますか？いやこれもちろん氷ですよ。だってナッペさんジム冬ですからね。氷です、これはもちろん。もう当たり前ですよ。すべて記憶してますからね。チリさん、にっこり。あー、正解だったようです。いやこれはもう先が見えてきましたね。素晴らしい、エクセレント。チャンピオンテストにたどり着ける必要をお持ちだということは、ジャンチーさんはたくさんのポケモンと出会ってきたと思います。その中でも最初に選んだポケモンの分類は覚えていますか？いやこれはもちろんあのアホゲータのホノワニポケモンですよ。ホノワニポケモンで間違いないです。さすがです。ジャンチーは炎ワニポケモンで宝物を探しにやってきましたからね。申し訳ありません。同じ質問を繰り返させてください。あれ、これはもしかしてジャンチーさんはチャンピオンになってどうなさるおつもりですか？炎ワニポケモンで宝物を見つけに来た。いやこれは絶対聞かれるような気がしたんですよ。これ宝物を見つけですね。さあ、すみません、そうでしたね。いやーチリさん引っ掛けてきますね。でもねこれ来るような気がしてたんですよね。それでは最後の質問です。おい、これは知らねえぞ、聞いてねえんだが。おい、これは知らねえぞ、どうすんだ。知らねえぞ、おい、ふざけんな。どうしよう。
4チームが発動しねえ。ジャッジザポケモンは好きですか？究極の2択だ。これはいいえにしては絶対にいけない気がする。これは絶対にはいな気がする。もう絶対にもう何回も面接もやりたくないから、もう落ちたくない。もう何回目だと思ってんだこれで。ジャッジさん、ポケモンは好きですか？はい、好きです。沈黙が長い。ミスったか、相手の家だったか、そういうのを演じた方が良かったのか。お疲れさん、あ、なんか口調が戻ったぞ。お疲れさん、以上で質問はしまいや。ジャンチおめでとう、来た来たぞ。これは一次試験面接テスト合格や。いやいや、一発合格です。すごいですね。あんたが面接やらかした時、ほんまどうしてバレてる。やってくれ、初めての点で来てるんだから。チリちゃん覚えてる。さあ気持ち切り替えて、次の試験だ。二次試験は四天王とのポケモン勝負。こっからが本ちゃんですからね。その名も実技テストや。そのまんまやないかいってツッコミはなしな。ポケモンリーグよりすぐりの4人のトレーナーとの連続勝負。激しい戦いになるさか、しっかり準備してから奥の部屋に進みや。ふぅ、あ、すっ、できた。いやー、合格できましたね。一発合格おめでとうございます、ジャンキーさん。では、二次試験実技テストいきますか。おー、とうとうやってきた。3ヶ月かけて。今、ジャンチしてんのをやってる実況者、ジャンチぐらいじゃねえかな。おそらく私しかいねえと思う。お、すごい。むむむ、お城から、あれ！あれ！チリちゃん、素敵だな。まさか、チリさんから？お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 ？スタイリッシュ。それじゃあ、早速始めるか。チリちゃんだ！ステイノーの梅雨払いは、このチリちゃん。梅雨払いって何？うんと可愛がってるから、せいぜい決まりや。チリちゃんとバトルだ！チリちゃんはね、今、すごい人気なんですよね。ステイノーのチリちゃん、よろしくお願いします。ツイッターで見たよ、ジャンチは。ナマッツン！地面タイプか。じゃあ終わったな。なるほど。ナマズ、ちなみにレベルは？ようやっと戦えるな。すぐ終わったら承知せんで。余裕だ。まずレベルチェック。はい。50段。おお、これはなかなかいい勝負ですね。まあ、地面でしょ？まあ、普通に地面技来たら死ぬけど。地面、セグレイブちゃんが正解だったか。いや、どうしようかな。ここでラウドボーン引いたとしてもなんだよな。あんまりラウドボーンちゃんが地面タイプだといかなさそうだから、一発普通に打ってみるか。補助が早い。まあこんなもん。濁流、ナイス。濁流ってくんのか。こいつ地面じゃねえか。イルカマンチェンジ。大地の力、ここは大地の力なんだ。あ、まあ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 、まあ、これも一回戻っといて、イルカマンにした方がいい気がするから、ちょっとクイックターンで戻ってくわ。ほら、で、ここで一応イルカマンにしとく。で、セグレイブに変えようかな。で、ここでセグレイブ。いけ、よし、イモタツ。まあ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 、これはいい感じでしょう。つらら落とし。ほら、よっしゃい、オッケー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 、よし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 、オッケー、ならず突破。よし、いいぞいいぞ。ドンファン、これイルカマンにチェンジ。あれ待って、ドンファンってそうだよね、オッケーだよね、イルカマンで大丈夫だよね。さあ助けて、イルカマン。だがしかし HP はどうなんだろうか。助けて、ドンファン。エレガントだな、ボールの投げ方が。マイティチェンジ、変身して帰ってきた。助けを呼ぶ声が聞こえる。アクアテールでかな。いや、ジェ、いや、どうなんだろう。でも素早さうちの方が速そうな気がするけどな。アクアテールかな。いた、なにクソ外しだ。耐えるかな。あ、耐えた。じゃ回復させとくか。回復、ジェッパー2発か。
ジェットパンチ2発の気がしてきた。ほら、だあ、急所がここで、くそー、ここはどっちだろう。オッケーにしてよし、いいぞいいぞいいぞ、ドンファン。いやでもイルカマン経験値欲しいな。バクーダ、バクーダこそ、バクーダ、バクーダってこれこなんだ、見たことあるかな。そのまま戦っとくか。とりあえずバクーダ、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 あーおー、あーこいつ見たことある気がする。炎タイプみたいな、地面炎みたいですか。じゃあつらら落とし効かねえんじゃねえの。極限突撃いっとくか、一発ぶちかましていくか。あれほーやったシュシュシュナイス、つえー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 。これちなみにダクトリオだと D のものがいる。このままでいいけど2倍食らっちゃうのかな、これいたら。じゃあ入れ替えた方がいいのか。ポケモンが倒れたらその次巨剣突撃した後次のダメージが2倍入っちゃうんだけど、それって引き継ぎされるのかな。じゃあ入れ、それだったら入れ替えた方がいいけど、そんな。あーでもチャーンとかで地道に落としていくか。どれぐらい耐えるか言ってみようか。まあ最悪ここで行ったとしても、とりあえずけアンパイチャン、レッツゴー、オッケーチャン。これ猫魂から入ってみるか。ほらひるべ、よし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 。でここでデカハンマーをぶち込むかな。むっ、あダメかもしれない、効果抜群だった。そう、まあしゃあない。でここで鋼だ、ここでセグレイブにしよう。いやでもちょっと経験値欲しいから、あんまり死なせたくねえな仲間たちを。ほんでサララ落としってめっちゃ90か、不安だ。なるほど、砂嵐水オッケー、当たりつく、オッケーナイス、よしいいぞ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 、ってかノーマルダクトリオなんだね、地面だからね。さあ、いやーこれ地味に痛えな。どうちゃん、じゃそのまま行くか。どうちゃんな、母やるわ、やっぱ自分面白いわこれはすごい、もうチリちゃんがあれだな、モテモテな理由が分かってきたぞ。どうちゃん、レッツゴー。あれだな、元気のかけら使ってちょっと経験値欲しいから、この子たち回復させるか。イルカマンのちょっと経験値が欲しいね。そこ回復させていて、コマーシャルどう、龍騎星ニャッキ、これはスーパーニャッキになるのか。出たテラスラニャッキ、キュリちゃんかっけ。ニャッキは何ニャッキ、これ何、地球みたいなの背負ってる、これなんだっけ、毒毒毒か、毒毒か。まあ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 、いやでも砂嵐と毒毒はきついな。つらろうとしてきますか。じゃあ、あー毒ハモ戦法じゃねえか、やるな。なるほどね、なるほどなるほどなるほど、クソやるじゃないか。でもアムーラン2連チャン使えませんから、いやつらら落としがどれぐらい入ってくれるかな。お願い、頼む、よしよし、オッケーオッケーオッケー。でも次守り使ってくれるならばこっち回復かな。足元気付けはチート揺れるからな、ずっしんだ。まあしゃあないか、これはこれは倒れてしまうな。まあでもよ、ここでイルカマン復活させていくから、お前あれなんだな、一回戻って倒れてもずっとイルカマンのままなんだね、マイティチェンジしたままなんだ、一回倒れちゃったけど。でここでうちもここで、ね、ぬかりなくテラスタルしてジェットパンチ一回しますかね。テラスタルしてこれジェットパンチする。回復してこないね、そういえば四天王の人たちってみんなめっちゃ回復してくるイメージだけど。いけ、助けてイルカマン、うわー、よし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 、いいぞ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 、レッツゴー。何
まあまあまあいいでしょう。なんかすごいあれだな、強い。オッケー、砂嵐も収まってく。ここでジェットパンチ。さあここでぬかりが決めるぜ。うおなんだとうおー女性だと変態どうだ変態だ、わーアクロバットしかできねえ。アクロバットするしかねえ。ダメだくそー、なにシューピー、うー、ママ食べられてしまった。さよならイルカマ。意外と追い詰められている。守られるか、守られたら嫌だな。あ、オッケー、入った入った、よしよしね、守られたら分かった。多分落ちる、オッケー。さすがやで、ちびちゃん。まんまと騙された。あっぶねえ。惜しかった。めっちゃ喜んでる。自分やるな、ムムムちびちゃん。お金だ。あー、ずるいずるい。こんなんかなわんやん。負けたこっちがスカッとするほど気持ちいい勝負ないやもん。いや、最後のちびちゃんの貯水道ちゃんはなかなかの変態っぷりでしたよ。実技テストを突破できるトレーナーはほんの一握りなんやけど、ジャンチーならひょっとするとひょっとするかもな。視点の二人目はもっと強いから決まるんやで。おい、次出番やで。誰だ次は。はい、あーポッピーちゃん、ポッピーちゃんだもん。よっちよっち、ポッピーちゃんは何なんだろうね。チリちゃん負けちゃったんです。ポッピーちゃんクソでかい鍵つけてる。せやねん、ごっつ強かったわ。横で見学してるからちいちゃんの敵取ったってね。ポピーさん分かりましたの。よし、じゃあ四天王ポピーさんに挑みますか。ポピーさんおろしこ。ポピーさん何使ってくんだろうな。でっけえ鍵持ってんだよな、ゴースト癖。ポピーはおい、どこ行くんだポピー。フワちゃんと同じ頭のバッテンマークついてんぞ。フワちゃんなりてんじゃねえのかこいつ。ってことはゴーストだよ。せっかくの二次試験ですけど、お姉ちゃんはここでバイバイ。ポピーのポケモンみんなカチカチですので。おい、カチカチな、やべえこいつ、あれだな、やばい、攻撃なんてへっちゃらモヘモヘなんですの、ね、おいでなさいな、ポピーのお友達。出てきた、ステンドのポピーちゃん。ポピーさんよろしくお願いします。大王道カチカチだ、バカでけんポケモン持ってくなお前。ポピーちゃん、いや違うな、やっちゃえ大王ちゃん、パオンと踏んづけ遊ばぜ。とりあえずね、まずイルカマンにする作戦。 HP を満タンにしたまま、はい戻る。鋼か、まあ、だったらラウドボーンなんだけど、まあとりあえずアンパイラウドボーンちゃんだな。カチカチだな、おら。あー、ステルスロック、なるほどね。いやこれはちょっと痛い、この感覚久々だぜ。レベル高えな。まあでもフレアソングいかせていただきますかね。まあ、特攻上げちゃえばこっちのもん的なものありますから。よし、やっぱカチカチやな。でも特攻は上げてく。なに、まあ倒してからかな。とりあえず大王道を倒すか。でちょっとどっかで回復したいな。よし、 OK。 で特攻上が2段階上がってく。さて次だよ、次なんだ。ドータくん、じゃあこのままでいいや。一回フラソングいってみるか。素早さはうちの方が早い、二段階上がってるから一撃だろ。おらー、よし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 、ステルスロック入ってるからね、急所ナイス。よし、特攻がバルチク下がってくぜ。いいぞ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 。全然アーマーガー、もうこのままでいいんじゃないですか。そのまま戦う、アーマーガーちゃんか、いいね。ただアーマーガーちゃんの方が素早さ早いかな。ガーちゃんどうだったかな、プレッシャーだ。本当にポピーちゃん EV とか持ってないのに、なんだこのカッチバキのポケモン使ってくんだ。まあフレアソング行ってみるか、どうだろう素早さ。あ、やっぱ向こうの方が速かったか。ブレイブバードはきつい、アウトダンス。いけるぞこれは。ポピーちゃんごめんね、これが成人女性の戦い方です。カップだけは上からずるぜ。よし、いいぞ、ナイス。いやこれはかなり無双してるぞ。ごめんなポピーちゃん、
ジバコイル。まあ、このままでいこう。ごっついんだよな、ポケモンが全部。一回回復しようかな。全部イカチー。よし、回復。特攻が上がってるんでね。放電、まあまあまあ。麻痺する。しない。オッケー。じゃあ、フラーソングいけるか？オッケー、もらった。あちゃー！これは？頑丈か！なるほど、やるじゃねえか。ここで光の壁か。もう遅いぞ。ゲー！よし！うっせぇ。よしよしよ。まあ、次につなげたんですね、ポピータン。だが、しかし、行かせていただきますよ。さあ、次ラスト。なんだ、ポピちゃん。もうポピーさあじゃなくてポピーちゃん。もうそのままでいっこ。ちゃん、最後のポケモンちゃんがなんとかしてくれますもん。ちゃん、いやちゃんは強いぞ。敵ちゃんはあんまなかったの今まで。スターダンぐらいしかなかった敵ちゃん。すげえ型破りなんだちゃん。貫禄やべえな、こうやって見ると。まあこうか。まあフラソング、デカネちゃんおねかしひいましょう。キラキラちゃん、せーの、ちゃん、ちゃんいかついな。ちゃん頭に斧ぶっ刺さってるけど、これ見るとすごいね。斧とハンマー持ってるストレッチかー。ほらこれで光の壁が効いてくるね。いやー、でも特攻上がってるからね。しゃーグッバイちゃん。いやー今回はもうね、あ、憂いを帯びてる気がする。いや、今回は、かなりいい仕事したよ、ラウドボーンパイセンが。いや、ナイスナイス、レベル上がってくるし。いや、かなりいい。ごめんね、ポピーさん。あ、はっちゃれ、もへもへ。何言ってんだ、こいつは。このガキ、大人になるのが怖いぜ。ごめんなさい、ポピーちゃん。あ、チリちゃんの肩叩き。肩叩き、ポピー取れませんでした。肩叩いてんじゃねえ。肩ギナまた肩こるとしちゃうよ。ほんでポピーちゃん負けたら次の人呼ばな。そうでした、おじいちゃん呼ぶの久しぶり。おじいちゃん待って、そういえばおじいちゃん出番ですよ。そういえば忘れてたけど、あの先生四天王とかなんか言ってなかったっけ、とか、あ違うか、あれ違う、